1.41番、エケモケ三男ルイ。この男の初マリメラスケはマスケ第2回大会、そこでは惜しくもファーストステージ第2エリアで2回やしてしまった。そこからファーストステージクリア、それができず、ずっとこのファーストステージの沼地で苦しみ続けてきた。しかしそんなルイも先日ついにファーストステージを久しぶりに2回クリアしてみせた。雪付け初出場でクリアなるか。前半戦は40人が挑戦し10人が生還しました。このファーストステージ、ここから挑んでいく30人たちはいずれも精鋭たちばかり。さあその精鋭たちの中から先陣を切ってこのファーストステージに切り込んでいくのはマリオメーカーサスケに2年以上前から参加し続けている子さん中の子さん、エケモケの三男であります、ルイ。さあ最近ファーストステージを安定してクリアできるようになってきたルイ、その安定した実績ここでも発揮できるか。初出場、さあどうだ。ここは第2エリアのターザンクレーン、ツタをショートカットしていった。さあ円柱渡り、ここは一個一個慎重に時間をかけて、危ない、ここでミスってはいけない、焦ってはいけない。さあここはどうだ、バンパーロード、幾多もの時間をかけて誰よりもこのファーストステージで苦しみ続けてついに開花させたこの実力、またもう一度あのフィニッシュゲート、そこをくぐるためにダブルペンダルム高い。ルイの夢を妨げるからごとく、このダブルペンダラムは池にルイを吸い込んでしまった。ダブルペンダラムの跳躍は問題がなかった。しかしバーからサンドバッグへの飛び移り、勢いは十分足りていた。しかし一調整をミスしてしまい、サンドバッグを蹴り上げるように沼地へと吸い込まれていってしまった。ゼッケン42番、エケモケ次男、ハルドラモンピー。兄が主催するマリオメーカーサスケ第2回大会では、初サードステージながら、最終エリアまで到達した実力を持っている。ルイの仇を取れるか。ほど破れてしまった弟のルイの分も背負って、この男がこの雪付けの地に足を運んでまいりました。この男も2年以上前からマリオメーカーサスケに参加し続ける子さん勢の一人、ゼッケン42番エケモケ次男、アルトラモンピーであります。さあサードステージには複数回の到達制限を持っております。さあそのサードステージにまた足を運ぶことができるのか。さあ第2エリアのターザンクレーン、ここは一度クレーンから戻った。ここから一気に行くか。おっと一回落ち着いている。時間をフルに使ってここを決めていけるかどうだ。さあここで60秒だが、ルイと同じように攻略していった。さあ円柱渡り、先ほどルイは超えてみせたぞ。さあハルドラモン B はどうだ。ちくわブロックに飛び移ることができなかったか。まさかのファーストステージリタイア。
ゼッケン44番、新最終兵器、超ロープラダー。この男は第1回大会が出る数少ない怪現象だが、前回大会はファーストステージ第2エリアのローリングエスカルゴで、まさかのリタイアを喫してしまった。怪現象としてのプライド、ロープラダー、ユキスケ4回目の挑戦で、初のファーストステージクリアなるか。怪現象のプライド、それがこの男にはあります。第1回から第3回まで惜しくもファーストステージでリタイアを喫してしまった。第4回大会、今回こそファーストクリアを目指す、ゼッケン44番ロープラダーの挑戦。さあ、第1回大会は円柱渡り、第2回大会はダースブリッジ、そして第3回大会はまさかのローリングスカルゴでリタイアを喫してしまった。そのローリングスカルゴは今回消えている。さあ、サスケレボリューションのあの時のロープラダーのように、もう一度覚醒をしてファーストステージクリアはなるか。このターザンクレーン、第1回第2回で経験している、経験者としてここは超えていけるか、超えていった。さあ、初参加で敗れた円柱渡り、今回は初参加の時よりも難しいが、ここも超えていった。そしてこのバンパーロードはどうだ。前回大会ここを触れていないが、しかしここも超えていった。まだ時間はある。落ち着いてダブルペンダラム、奥側からの跳躍。さあ、バーを振ってうまくサンドバックを掴んでいった。さあ、しかしちょっと時間を心配していきたいところあります。あと24秒、反り出す壁、ワンチャンスか、どうだ、守れない、詰まってしまった。さあ、2回目、ここでまた失敗か。3度目の正直、今回こそ登れない。10秒を切ってしまった。ようやくの思いでこの反り出す壁までやってきたロープラダー、しかし努力むなしく、ここで時間切れか。ロープラダー、どうだ、タイムアップ。3回目の出場、坂の拓大勢、ゆっくり大地。この男は前回大会ユキスケで初めてサードステージに到達、しかし第6エリアでリタイアをしてしまう。ステージ前半戦では多くのクリアが見られ、後半戦もこのままの勢いでクリア者が続出するかと思われましたが、やはりこの魔城は挑戦者たちに牙を剥いてくる。後半戦未だにファーストステージクリア者はゼロ。さあ、またこの状況、この悪い状況を打ち勝つことができるか。ゆっくり第一の挑戦、前回大会も誰一人としてクリア者がいなかったファーストステージの流れを断ち切ってみせました。うまくいい流れ変えてみせた。前回大会準最優秀成績者として今回もクリアはできるか。最近は成長を遂げ、マリメサスケで完全制覇を成し遂げることができました、このゆっくり大地。完全制覇をし、さらに成長を遂げてみせたこのゆっくり大地の実力、止まることを知らないこの実力。さあ、ダブルペンダラムも一気に、さあ、サンドバックを掴んで着地していきました。そり立つ壁、一発で登れば最速タイムも見えてくるぞ。一発だ。さあ、そのままジャイアントスイング、ここは三段ジャンプを駆使して確実に掴んでいきました。残りは35秒。さあ、ラスト三角柱登りを登り切って、最速タイムとは言わなかったものの27秒を残してファーストステージをクリアしていきました。11人目のクリア。ゼッケン46番、2回目の参戦、飲み物ソーダ。
男は秀森主催のサスケレボリューションにてファイナルステージ進出を決めた実力の持ち主。実力を伸ばしていき、先日サスケレボリューションにてファイナリストになりました。実力を開花させたこの男は今の実力はどうか。第2回大会では惜しくもファーストステージでリタイアをしてしまった。今回2大会ぶりの参戦でリベンジはなるか。ゼッケンは46番、飲み物ソーダの挑戦であります。さあサスケレボリューションファイナリスト、そして他にも複数回サードステージ進出を決めている。最初の方こそはファーストステージでリタイアをし続けていたが、今ではマリメサスケサードステージ常連選手の一人、実力をこの大会でも発揮してほしい。さあターザンクレーン、ここをうまく越えていった。さあ円柱渡りだ。ここはうまく乗り継いで越えていった。さあバンパーロード、あまり脱落者は出ていないが油断をせずに越えていった。さあ47秒、ダブルペンダラム、ここは一気に。さあちょっと手前からの跳躍でしたがギリギリ届いた。うまくサンドバッグを掴んで着地していった。そして反り立つ壁だ。一発で仕留められるか。どうだ、そうだ、おっと登れないか。もう一度気を取り直して2回目、いやー惜しい。さあ登れない、時間がどんどん減っていくぞ。ここも失敗か。さあクリアが厳しくなってくる。ここでも登れない。さあ5度目で登れない。時間がない、そうだ時間がない。どうしたんだサスケレボリューションファイナリスト。そんな実力者を、このソーダも、このファーストステージに飲み込まれてしまうのか。反り立つ壁は高かったか。第2回のリベンジはできず。怪奇賞、サスケ大好き。サスケファン。1年前、人類で初めて雪助のファーストステージをクリアしてみせたこのサスケファン。しかしここ2大会はファーストステージでリタイア、スランプに陥ってしまっている。過去の実力者とはもう言わせない。サスケファン、3大会ぶりのファーストステージクリアなるか。KM サスケファイナリストの実力、やはりそれはだけではなく、雪月第1回大会で見事サードステージクリア目前まで迫りました。しかしそこから2大会スランプに陥っているこの男、本大会クリアをして1年ぶり3大会ぶりのファーストステージクリア、復活を目指します。サスケファンの挑戦、ゼッケンは47番、解禁賞であります。第1回大会は人類で初めてファーストステージをクリア、そのままの勢いでサードステージの後半エリア、ムササビフライトまで到達。しかしそこからのスランプの日々、第2回大会はファーストステージダースブリッジ、そして前回大会は第6エリアのサークルロータリーでリタイア。今回こそ悲願の3大会ぶりのファーストステージクリアはなるか。まずはこの油断できない前半エリアたちを駆け抜けてもらいたいところ。さあ一気にダブルフェンダラム、さあこのドクロへの移動、壁キックを駆使してうまくサンドバックへ掴んでいった。さあ過去の実力者とは言わせない。今も健在サスケファンの実力。反り出す壁を一発で登った。落ち着いてくれ。ここをクリアすれば久しぶりのファーストステージクリアが見える。サスケファン、勝負に打ち勝てるか、届かないか。今回もこのファーストステージの壁はサスケファンに立ち塞がっていった。
あと少しのところでした。そしてファン、ジャイアントスイングで焦りを生んでしまったか、ロイター版の跳躍時3段ジャンプを入れようとするが、2段ジャンプになってしまい、あとわずかバーに届かず、沼地に落ちてしまった。そしてファン、3大会ぶりのファーストステージクリアはならず。続く48番、MC サシケデイのリミート。そして、ゼッケン49番のハユール派どちらも、第1エリアでリタイアする結果となった。2回目の参加、気分屋、コダト。この男は、自身の YouTube チャンネルで、新たな参加型マリメサスケとなる、コダスケというマリメサスケを主催している。しかし、そんなコダトも、前回は第3エリアの円柱あたりにリタイアしてしまった。さあ、コダスケ主催者。ここ1年、ファーストステージをクリアできていない、初めてクリアをできるか、ポタトの挑戦。さあ、始まった。まずは、サーフエスケープ。ここは、時間をかけて、着地していきました。そして、この、ターザンクレーンはどうか。さあ、大きく振った。ツタを出せない。もう一度、ここで出していった。さあ、時間をお風呂に使って、一つ一つのエリアを、確実に進んでいく。移動も問題ないか危ない。さあ前回飲み込まれた円柱あたり、まずは、このちくわブロックに乗っていきたいところだが、1個目に乗るときにバランスを崩してしまったか。続く回我はターザンクレーンで沈んだ。さあ現在、ファーストステージのクリア者は、51人中、11人であります。さあ現在まだ後半戦とはゆっくり待機しかクリアしていない。ゆっくり待機に続いていけるか。続いて挑むのはマリメサスケ初出場の男であります、ゼッケン52番ほうれん草の挑戦、ロブロ勢であります。さあ実力未知数、実力を発揮できるか。まずはこの1個目の鬼門超えていった。そしてターザンクレーン。ここで入った。ここ大きく、体を振って、まずはツタ出しよっといけないか。気を取り直してもう一度。ここでツタが出てきました。さあ、頭上のスイッチをそれを2回押して、対岸まで渡り着いた。さあ、円柱渡り。ここは一気に行くか。さあ、うまい。ここも超えた。さあ、初出場とは思えない動きであります。バンパーロードも、うまく超えていった。さあ、しかしちょっと時間をかけ気味か。残りは40秒。ダブルペンダラム。ここは中央から飛んで、うまくサンドバッグを掴んでいった。危ない。やや危なかった。しかしこれも計算か。さあ、反り立つ壁。一度呼吸をして、確実に登っていけるか。おっと、登れない。残りは25秒。2回目。ここで登った。さあ、時間がない。落ち着いて、新エリアのジャイアントスイング。ここも仕留めていった。しかし時間がない。マリメサスケ初出場の中、最終エリアまでやってきたが、時間がない。警告音。その三角中の森は、ここで破れてしまった。しかし初出場ながら、ここまでやってきました。さあ、前回に続いて二度目の参加。前回は惜しくも第一エリアで涙を飲んでしまった愛の挑戦。さあ、今回は、その第一エリア、フォールクレーンは撤去されているぞ。まずはこのサーフエスケープを、超えていった。さあ、第二エリアはターザンクレーン。ここは、大きく、体を振って、さあ、スピンが入ってしまった。これではどうすることもできない。ターザンクレーンに飲み込まれてしまった。さあ、リザーバー枠としてやってきてくれました。ヒデオの挑戦。
さあ、リザーバー募集で真っ先に名乗り上げてくれましたヒデオ。さあ、どこまでいけるか。始まった。さあ、サーフエスケープ、クレーンを掴んでうまく着地。やっと2回目の参加、おやつにパンパース、熊上。この男は、ユキスケ第1回大会で、ゼッケン1番を務めた男である。しかし、アスケ第2回大会以降、この、丸目サスケ界隈の表舞台からは、姿を消してしまった。今、3大会ぶりにこの雪式の地にもう一度参加をしてくれました。さあ、第1回大会ではファーストステージ第2エリアのターザンクレーンでダメージを挑んだ。そこから約1年をかけて復活。さあ、最後の挑戦、全てをぶつけろ。さあ、熊上の挑戦であります。85秒間のファーストステージの末、仮に待っていることはどのようなことが。さあ、まずは、このサーフエスケープを越えていった。さあ、第1回大会ではここで破れてしまったぞ。ターザンクレーン。ここは大きく、体を振って。まずは、ツタを出せるか。どうだ、クレーンにつかめなかった。バンパースの挑戦はここで終わってしまった。ミンバトガチでシュート。この男はビギナー向け割り見さすけである無印で完全制覇をした経験を持つ実力者である。ルワソー主催のビギナー向け割り見さすけ無印を完全制覇した男たちがやってまいりました。その男たちの中で、二人の中で先陣を切って挑むのはミンバトガチ勢であります。初出場シュート。ミンバトガチ勢、赤隊に行った実力があります。さあ、その実力をこの丸見サスケで発揮できるか。無印で完全制覇していこう。他の大会である土ブロック取材ファーティスト第3回大会ではサードステージに進出しました。実力をどんどん上げてきている、マリミサスケの適応力をどんどん上げてきている、そんなシュート。このユキスケは初出場、実力を持っているとはいえ初参加、全てのエリアが未体験のため油断はできないぞ。さあ、ターザンクレーン時間をかけて攻略。さあ、円柱あたり、ここはどうだ。ここも越えた。そしてバンパーロード、時間を使って確実に進んでいく。さあ、そしてダブルペンダラムはどうだ。一度トランポリンの様子を見て奥側に踏み切る。一気に乗って、さあ、青ドクロを揺らしてサンドバッグを掴んだ。しかし時間がない。無印完全制覇者としてこのファーストステージに敗れてはいけない。そり立つ壁を一発で登っていくが、時間は18秒。まだ諦めるな。最後の最後まで諦めずに進んでくれ。シュート。これで勝負を決めてくれ。ジャイアントスイングが猛威を振るう結果、シュート、残念。
2回目の参戦、無印完全制覇者川助。この男は無印完全制覇者でありながらも、先日行われたポラスケ第1回大会にて無印以外で初めての完全制覇を成し遂げてみせた。そんな川助だが、前回大会は第6エリアのサークルロータリー、そこの4つ目のクレーンの移行でリタイアをしてしまった。一緒に無印のあの天空の頂きだったシュートがもうやられています。そのシュートの敵討ち、そして前回の自分を超えるための2回目のこの挑戦が始まっていきます。他にもお助けで完全制覇経験を持っている、実力をつけてきた、実績をつけてきた、さあゼッケン59番川助の挑戦であります。前回大会はファーストステージ第6エリアサークルロータリーで涙を飲みました。しかし実績をつけた今では修行中の中学生という肩書きから無印完全制覇者へと肩書きを変えていきました。さあターザンクレーン、奇妙な攻略方法。さあノンストップで各エリアを駆け抜けていく。さあそしてダブルペンダラム、これはどうだ。まだ64秒も残っているぞ。さあ1分を残してそり立つ壁、一発で登れば大幅なタイム更新が狙えるぞ。さすがに一発では登れないか。しかし2回目でねじ伏せていきました。しかしそれでもまだ47秒を残している。ジャイアントスイングもねじ伏せ、ラスト三角柱登り、前回の屈辱から半年、進化が止まらない川助の猛進撃。練習を積み上げてきた川助が今宵待っていく。30秒残しをしていきました。川助初出場、一般音ゲーマー Y。普段は自身の YouTube チャンネルにて音ゲーの動画を主に投稿している生粋の音ゲーマーであるこのワインだが、同じく自身の YouTube チャンネルにてオリジナルのサスケックスの動画を投稿していたりもする。その動画の中には独特なアイデアの直結方法があったりなど人気を博している。普段は自身の YouTube チャンネルや Twitter のアカウントなどで主に音ゲーに関する投稿などをしているが、そんな奇粋な音ゲーマーのこの男、なんと自身でサスケ構想を投稿していたりもする。そのサスケ構想を作っていた経験を生かして初出場でファーストステージクリアはできるか。ゼッケン60番ワインの挑戦。さあこの男の作ったサスケの中にはジャンスパから直結でドラゴングライダーと独特なエアの直結方法などがあり人気を博している。そのワインの実力はどうだ。あっと、まさかのサーフエスケープがここに来て牙を剥く。2回目の参加、サスケ好き社員。この男は自身の YouTube チャンネルで本家サスケの大会の再現を行っている。彼が再現する独特なエリアの作り方、
それで人気を博しており、 YouTube 動画の中には1万再生を超えるものもあり、そして前回大会初出場を決めたがファーストステージ第6エリアでリタイアをしてしまった。登録者数200人超えの人気サスケ再現勢が今回もこのエキスポに集まりました。前回大会はファーストステージ第6エリアのサークルロータリーで涙を飲んだ。今回リベンジできるのか。絶景は61番、サスケ好き社員の挑戦であります。さあ、この男の再現した41回大会はもうすでに900回以上再生されております。なんとこの社員、2年以上前からサスケの再演コースを投稿しており、かなり古参の方であります。さあ、その再演は2年前も変わらず独創的で、他人を魅了させるそのような素晴らしい再演をしております。またサスケ再演コースの投稿以外にも、他にも生声でゲーム実況動画も投稿しています。そんな社員マリミサスケの方では、先日行われたマスケ第7回大会でファーストステージをクリアしております。その調子で、この雪スケ第4回大会、リベンジできるか？ストリートスカベ、一発では登れない。さあ、2回目で登っていけるか？おっと惜しい。さあ、これが3回目。3回目で登った。ジャイアントスイング。おっと危ない。一応、様子を確かめて、ここで跳躍。さあ、うまく着地を決めていけるか、危ない。危なかった、危なかった。しかし時間はある。落ち着いて三角柱登りを登っていった先に待っている、青のクリアボタンへ飛び込んでいった社員。11秒残し。VTuber 奥義重義、このドコは週刊マリメニュースというマリミツによるさまざまな出来事をランキングを紹介するという情報配信の司会をしていた。そして最近は歌枠などもよく行っている。ネット登録者数1200人超え、総再生回数40万回超えの大人気 VTuber がこの雪助の地へやってまいりました。この大会マスケ第6回大会では、誰も真似できないようなスーパープレイをしてみせました。マリメの実力は本物。絶景62番 VTuber 奥義重義。さあ、マリメの実力は本物、発揮できるか。まずはサーフエスケープ、勢いよく駆け抜けていった。さあ、実際この奥義重義はサスケ好きでもあり、サスケのイベントにも行ったことがあるが、おっと、どうしたんだ。ターザンクレーンが猛威を振る。ガチ勢角砂糖、サードステージ進出経験はないものの、他大会でセカンドステージに複数回進出経験のある実力者の角砂糖。第1回大会では前半で時間をかけすぎてフライングショート、そこで急ぎすぎて落ちてしまった。第1回大会のリベンジなるか。第1回大会で最終絶景を務めた角砂糖が帰ってきました。第3回大会はあえなく危険。そして第4回、今回1年ぶりにこの魔女へ帰ってきてくれました。果たして自身初のサードステージ進出はなるか。ゼッケン63番角砂糖。さあ、雪助は2回目の挑戦。
まずはサーフエスケープ。ここは着地、時間をかけて越えていった。さあ、先ほど大木重義がやられてしまったサーザンクレーン。角座像はこのエリアを第1回大会で攻略している。イメージはついているか、頭にイメージは浮かんでいるか。さあ、なかなか厚さを出せない。苦しんでいるか、ターザンクレーン。クレーンを振りすぎてしまった。角座島までもが、このエリアに敗れてしまうのか。まさかの展開です。解禁書、タスケ主催者、竹左衛門。第1回、第2回大会でサードステージ進出経験を持つこの竹左衛門。しかし前回大会はまさかのファーストステージ第6エリアサークルロータリーでリタイア。初めてファーストステージでリタイアしてしまった。前回のリベンジなるか。さあ、後半戦波乱が起こり、現在今のところファーストステージのクリア者は14人です。新生たちがどんどん活躍していく中、ファーストステージで学生を続けるベテラン勢、こんなベテラン勢のリタイアをもう見たくはないぞ。ゼッケン64番タスケ主催者竹左衛門。さあ、最高難易度を誇っているマリメサスケ、タスケを主催しております。第1回第2回でサードステージ進出、しかし第3回大会、前回はまさかのサークルロータリーで屈辱を味わってしまった。ファーストステージでリタイアをしてしまった。さあ、2大会ぶりにセカンドステージへ行けるか。まずは腹を呼んでいるターザンクレーン、ここを難なく越えていった。さあ、そして円柱渡り、一路ドアに入って進み出す。おっと危ない、大丈夫か、焦ってはいけない、ここで焦ってはいけない、なんとか持ちこたえていった。さあ、先ほどの円柱渡りでの焦りがどう響くか。ダブルペンダラム、まずは気をつけてほしい。トランポリン縁を踏んでしまった。竹左衛門、まさかの2大会連続リタイア。ここからさらに悪い流れが続くかと思われたが、怒涛のクリアラッシュ。65番ナルバが最速タイムを塗り替える形で、66番キシブロックは滑り込む形で、67番ユキは危なげなくクリア。これで現在ファーストステージクリア者は67人中17人。68番マスケ主催者ルアスオ。2020年12月 YouTube 上に参加型マリメサスケという新たな動画ジャンルを生み出した男である。今まで何十個も開催されてきたマリメサスケだが、その全てのマリメサスケの基礎を作ったのは間違いなくこのルアスオである。実力もしっかりあり、 KM サスケパックンでファイナルステージに進出し、完全制覇まであと一歩まで迫った。3年間の歴史、この歴史の基礎を作った男がやってまいりました。この男がいなければ、この雪助の魔女も登場していなかった。マリメサスケの基礎を作った男、ゼッケン68番マスケ主催者ルアソーの挑戦です。さあ、ルアソーの開催するマリメサスケ、マスケは現在第7回を迎えており、参加者の人数は100人、大規模な大会となっております。昔は
ファーストステージがなかなかクリアできない時期もありましたが、そのスランプを乗り越えた先に待っていたのは、ファースト、セカンドの安定感。今が全盛期ルアスを、さあ、思いっきり暴れ尽くしてくれ。完全制覇を目指して、マリメサスケに挑戦をし続ける、このルアスを、その姿はまさに、ミスターサスケと言ってもいいでしょう。ダブルペンダラム。ここも超えていった。さあ、49秒。そり立つ壁。一発で登れるか？一発で登っていった。さあ、ジャイアントスイング。油断できない新エリア。ここは三段ジャンプを駆使して、確実に超えていった。さあ、あと35秒。ラスト三角柱登りを素早く登っていって、28秒を残して、グランドステージへ進出していきました。出場タイムアタックゼチクワブ、普段は自身の Twitter や YouTube チャンネルにてマリオメーカー2で投稿されている難関コースたちをプレイしている動画を投稿しているこのチクワブ、他にもマリオメーカーサスケでマリメサスケ初出場ながら完全制覇を現在4人連続でファーストステージクリア。シャルプール見晴らしの中、この男はどうだ。サスケに勝ち目があった相手の主催マリオメーカーサスケ第3回大会では見事ファイナルステージ進出、人生が目立つ一歩取りだけでした。この男はどうだ。絶景69番タイムアタックゼチクワブ。さあ、この男のプレイのうまさには定評があり、なんとマリメサスケでファーストステージでリタイアした経験はサスケウィズ第3回、そしてタスケ第2回大会のみとなっている。それ以外は全ていずれもセカンドステージまでは進出しているかなりの強者であります。さあ、このターザンクレーン一気に差をつかんだ。さあ、この着地も問題ない。そして円柱あたり一気に行く。さあ、現在最速タイムは、ラルバの33秒残し。その33秒残しを塗り替えるか。さあ、すべて猛スピードで駆け抜けていく。ダブルペンダラム、ここもノンストップ。やや危なかったが超えていった。さあ、反り出す壁。一発で、仕留めれるか。仕留めていった。これは、クリアか狙えるぞ。ジャイアントスイング、ここも落ち着いて、ねじ伏せた。さあ、あとは一つ。ラスト三角柱登り。最速タイムは取れなかったものの、好タイムを残して、19人目のクリア者に何を残した。エケモケ長男、エケモツ。この男のマリメサスケ初参加はマスケ第1回大会であり、マリメサスケ界隈最古さんの一人であるこのエケモ。ファーストセカンドの安定感は界隈トップクリアなるか。さあ、いよいよ最後の挑戦者となりました。ファーストステージ第4回大会、波乱はあったものの、現在69人中19人がクリアしています。果たしてな、70人中クリアは20人か19人か。最後の挑戦者、エケモケ長男、元エケモ軍団団長エケモ。さあ、自身が主催するマリオメーカーサスケ第2回大会で完全制覇を成し遂げております。さあ、他の大会でのファイナル進出はもう2年ほど前になってはいるが、今でもその実力は健在。
ファーストステージとセカンドステージの安定感は界隈トップクラス。さあ、円柱あたり、ハルドラモン P がやられた弟の仇を、まずは超えていった。さあ、バンパーロード。ここは一個一個慎重に進んでいく。さあ、最後の着地。おっと、どうしたんだ、駅も。ここにまさかの落とし穴。ファーストステージクリアは19人となってしまった。たびたび波乱は起こったものの、最終的にはファーストステージのクリア者は史上最多19名となった。その19名のうち、果たして何人がセカンドステージをクリアするのか。